さて、今日の県内は気持ちよく晴れ渡りました。そんな中、県庁前広場ではドッグイベントが開かれ、多くの愛犬家でにぎわいました。このイベントはペットとの共生について考える有志らが集まり企画したもので、去年10月に続く開催です。県庁前広場では犬のためのマルシェが開かれ、犬専用のおやつや首輪のアクセサリーなど県内外からおよそ40点が集まりました。またドッグランも用意され、犬たちが広い芝生の上をのびのびと走り回っていました。そしてメインイベントの集合写真チャレンジです。およそ150頭がお揃いの革製のリボンをつけて写真を撮るもので、世界に1枚だけの貴重な集合写真となりました。今日は県内外から多くの愛犬家が集まり、愛犬とともに休日のひとときを楽しんでいました。あ、すごい、お店もいっぱい出てるし、いいですね。大満足です。ここのドッグランとワンちゃんグッズ買えるかなと思って来てみました。なんかいろんなワンちゃんと知り合えて、同じ犬種だったり違うワンちゃんだったり、いろんなワンちゃん見れて、いろいろな方とお話できて楽しかったです。なお、次回のドッグパーティー2024は10月13日に道の駅グリーンフラワー牧場大御で開催される予定です。